床材、フロアね貼ってる途中でして、ちょっとまあこんな感じでできてますっていう動画まで昨日この間これぐらいまでできてますっていうのでね動画行かしてもらったと思うんですが、まあこんな感じでまだ固定してない状態ですね。ということで今日はね位置調整しながらまああのコン固定、していきたいと思います。で、まずね剥がしていくんですけど、せっかくこんだけねあの洋さん割り付けしたわけなんですけど、これパーになってしまったら何のために貼り付けしたのってなるじゃないですか。それがあれなんで今回ねこういう風に番号を、ね、振ってます。向こうの貼り出しから順番に1から全部で75個のパーツ、これ75って書いてあるんですけど75個のパーツがあるということで、まあ、めちゃくちゃ打たなあかんなって話なんですけど、今日1日終わるかなっていうレベルですけど、とりあえずね、これを今から剥がしていきたいと思います。そしていよいよ本ちゃんやっていきます。今から本番張り出しってことで、これねちょうど15ミリのあの合板を2枚重ねたようなやつで、まあだいたい 10.5 ミリぐらいなんですけど、ちょうどこれが基準にちょうど良かったんで、これを挟みながら、ちょっとこっちとかやったらこうやってガバガバなんで、ちょうどぴったりこれくるように挟みながらね、このスペーサーとして、で、本固定してね、もう一回ちゃんと位置を打てるか見てから、とりあえず端のはねボンド止めへんかったらこっち側が浮きがちなんで、端はボンド止めて固定していこうかなと思います。こんな感じでちょっとまだやっぱりね、まあ2本だけってのもあるんですけど、ネジだけで動くんでね、まあ後でやっていきます。これちょっと基準なんでね、めちゃくちゃ地味な作業なんですけど、結構大事なんで、ちょっとね慎重にこれだけは進めていきたいと思います。ここが狂えば全てが狂うということで、よし、一応これで、まあ、大体のちょっと場所は出てるんで、まあ、もしこれで問題なければ全部これでスペーサー挟んで貼っていこうかなと思います。であとねあのこの前のところとで、この後ろのところね、ここ基準やっていきます。はい、今ね、ちょっと基準の方を探してて、まあ、いろいろ試してみたんですけど、やっぱこのバスはね若干こういびつなこともあって、確実にぴったりにちょっと取るのがねかなり難しいんですけど、まあ、なんとなくねコツつかんだんで、ちょっとね今からこの1枚目をねちょっと本張り、していきたいと思います。はい、というわけでちょっと狂うんでね、ちょっとこういう目印みたいな当てがいながらなんですけど、まあね若干こうちゃうかったりするんで難しいんですよね。ちょっと出っ張ってたりね、いろいろ加減がありましてですね、ちょっといけそうなんで爆発して置いてたやつをちょっと使っていきます。結構ねこれ固まってるんですけど、ネザーボンドってこうカチカチになるみたいで結構強力なのかもしれないですね。ひょっとしたらあんまりつけてもな、これでミスった、開けろ、
こはね、ぴったりに来るはず。あれ全然ぴったりけえへん。何これ。というわけでね、もうめちゃくちゃちょっと1出すの大変でした。で、まだ止めてないんですけど、もう、どういう風なことになってたかっていうのをちょっと説明していきたいんですけど、簡単に言うとですね、まあ、ボディの、あの、横幅がね、微妙に、1ミリとかでいいんですけど、5ミリとかぐらい、場所場所によってね、基準点が違うと、いうことで、これは厄介やなということで、どういう風に位置出したかって言ったら、ここの部分がね、一番誤差がなかったんですよ。で、ここの部分の基準だけきっちり決めて、今このように見てもらうと分かる通り、数枚並べてるんですよね。で、それで、メジャーで、壁から等分しましてですね。で、壁から一緒の距離、あっこも一緒の距離、ここも一緒の距離、向こうも一緒の距離、っていう風にやって、まあ、墨つけてます。まあ、墨っていうか、まあ、鉛筆でやっただけなんですけど、こんな感じで、こう、印を入れてると。721ぐらい。で、ここを固定しまして、ここも721ぐらい。ということで、これでようやくね、ある程度のね、なんていうんやろ、基準っていうのが書けたんで、取れたんで、で、ここもまた、ネダボンドを端っこ貼ってね、で、ビスで固定して、ほんで、もうそっからはね、もう順番通り、まあ均等に貼っていくだけということで、そんなに難しないんですけど、一枚目が、この一筋目貼るのにね、なんやかんやね、まあ時間かかりすぎやと思うんですけど、いろいろやり、試行錯誤してやってたんで、2時間半ぐらいかかりました。はい、というわけでね、ちょっと続いてやっていきたいと思います。あ、なんやこれ、やばいやん、うわ爆発してるやん、うわなんやこれ、これを気づかんとはな、俺も打ちながら大量に漏れてるやんけ。爆発したやつ使ってるんでね、大量に横から漏れてますね。やばいな、これは。やっぱ新品使わない、なんか。そういうやつ。うわ、待って。待って。ネダボンドね、ちょっと前に落としてしまってね、棚から。2つ爆発してね、ジップロックで保管しとったんですけど、もったいないからと思って。ケチってね、もう保管しとけええものを、もったいないわと思って置いてたんで、使ってるんですけど、ご覧のざまですわ。最悪やん、もう。よし。ゲイ。はい。というわけでね、1枚目固定終わって、ちょっと昼飯食うていたら、もう、めっちゃガチガチに、ネダボンド固まってて。やっぱネダボンドね、やったら全然浮き、なんない。こういって、求めても、まあ多分ほとんどわからんと思うんですけど、ちょっとだけ、ネダボンド打ちながら、どうかな。今日はね、それなくてもちょっと高校野球の決勝っていうことで、ちょっと忙しいんですけど、ちょっとラジオ聞きながら作業をね、やっていきたいと思います。横の2枚目なんですけど、こんな感じでちょっと、スペーサーね、まあ、何ミリっていうほどじゃないんですけど、スペーサーちょっと入れて、
やっていこうかということで、まあ湿気の多い時期にね、やってるんで、まあそこまで分厚いスペーサー入れんでもええやろということで、まあこれぐらいの、A4、B5 かの、まあ普通のコピー用紙に、を一回折っただけのスペース、まあこれでも多少はちゃうんかなっていうので、これ詰めながらね、全部貼っていきたいと思います。はい。で、今、ネタボンドね、ちょんちょんちょんとつけて、やったんで、ここからまたビス打ってね、固定していきます。よし。よっしゃ、OK。今ちょっとフローリング本固定ねしていってまして、なんか天気がね決対な天気でね、晴れ予報やね、雨降ったりなんやしたりするんで、ちょっと曖昧までなかなか作業ができてないんですけども、腹立ってきてるんですけど、まあそろそろね本格的にもうこの床は張ってまいたいんで、今日はなんとかこんな感じなんですよね。いつかまたすぐね雨降ってきたと思ったら土砂降りになってややこしい天気なんで、ちょっと急いでるんですけど、一応こんな感じで、ミニビスですね、今回使用してるのがこれね、極細ビス、はめ板などのこう取り付けにってやつで、これねここに書いてるんですよ、うん、フロアの取り付けとかね、うん、に使えるビスということで、まあこれを使っていってます。ほんで、今ね、一応、この辺はもうバッテリー置いたりとかするところなんで、まああんまり床泣いてきたりしないと思うんで、ボンドちょっと少なめにやってます。で、こっちは結構踏むとこなんでね、ボンド結構しっかりつけてやったりとか、あとちょっと湿気の雨とかかかりそうなとこだけ若干隙間をちょっと調整しながらね貼ってるっていう感じですね。で、まあ、横からこう振っていってですね、こんな感じで固定してると、もう結構この辺はもう 2,3 日前にやってるんで、結構ねがっちりしてますね。うん、いいね、はい、こんな感じですね。ゆうき、今日は DIY してんの？シール取って。どんどん取って。それでどんどんしんどいからな、一番難しいからな。剥がしやすいようにちょっとめくっちゃあるけど、取りやすい？取る。取って。はよ取って。火くれるからはよ取って。火怖い。ちょっと火くれるって言うてんね。火くれるって言うた？うん。お前それ重大任務やぞ、早く剥がせ。え、それまだ1枚残ってるわ、そこ2枚残ってんが、重大任務やからな。これそう、お、うまいね。あ、おい、このチーズはどこ？将来キャンピングカーでも作るんか？ここにある。あー、いいよ、それ倒してね。よし、まあちょっと傷つけるな。よし、はい、どうぞ。現場監督見てるか怖いぞ。監督すぐするからな、あいつ。早く、ゆうき、早く。全部取れた。うん、床の全部剥がした。うん、OK、 ご苦労さん。じゃーん、まあ綺麗に貼れてんちゃうかな。うん、結構ガチガチに、まあこんなやつも分からへんねんけど、ついてて、ボンドも使ってね、つ
けてるんで、ボンドプラスビスで、ミニビスで留めてます。はい、まあ軟弱張りってことでね、継ぎ目がちょっとあちこちに来るようにしてやってるんで、まああんまり大手とかあんまないやんか、継ぎ目が、うん、これがいいんちゃうかなと、こういう張り方が、ことで、この継ぎ目ね、こういうとこ、うん、これちょっと大手な、こことここ、まあ大手とこもあるんやけど、大手へんとこも多いんで、こういう感じで張ったら、まあいいんかなっていうので、だいぶ YouTube とかね、大工さんのね、YouTube とかだいぶ見てね、勉強させてもらいましたよ。相当勉強したで、動画あるからもう来たんでももう自分で知りたいことは調べたら全部出てくるっていうこう、便利な、まあまあ、自分も YouTube やってる側なんですけど、まあ、YouTube 配信してくれてる人がいっぱい出るんでね、すごく助かりますね。はい、まあ合ってるか合ってへんかは別として、とりあえずできたんでホッとしてます。はい、あとちょっとまだやってへんとこ、これ、このホイールのとこ、タイヤのとこね、ここがでかいね、めちゃくちゃ、このタイヤのところを、まあこういう風に木で囲って、ここ椅子になるからね、ここだけ見えるんで、ここだけ綺麗に囲おうかなと思ってます。ちょっとまだいろいろセナーができてないですけど、でこっち側はもうキッチン、ここもキッチンの壁ぐらいになってくる、ここだけやね、見えるとこで、ここだけ、こっちはまあ後ろやけど、水タンクからね、ここはもうぼちぼちやっといたらいいかなってことで、まあぼちぼち作りますよ、ここはあんまり重要じゃないな、からもうこういうとこは手抜いたらいい、 手抜くっていうか、やっぱりこういうところを簡略化することで他の必要なところに力をこう使えるっていうので、はい、まあとりあえずここら辺はちょっと考えるとして、こっちはまたフロア材貼ると。次ね、次はいよいよベッド、一応もうちょっと溶接でベッドのフレームだけ組んでいってるんだけど、溶接でベッドのフレーム組んで、ほんでその上からね、化粧板つけて、取り外しできるように、電気とか水道とかで掃除とかバッテリーとかもいろいろあるんで、そういうところも掃除とかできるようにね、ベッドを取り外しできるようにしとこうかなということで、セパレート型で作っていきます。はい、というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今日はもう朝から夕方まで突っ切ったんで、ちょっと疲れた。また次回頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。